せめてテーマの設定ぐらいはしてほしかったのですが。ご主人様、三人がやりたいことをテーマにしてほしいって言ってた。これは世に言う丸投げ案件ではないでしょうか。まあまあ、ご主人様も私たちを信頼してくれているということだろう。それに少しでも自分たちの思いを乗せないと、あの大きなスタジアムに響く楽曲は作れないだろう。確かにそれはそうかもしれませんね。よーし、それじゃあまずはテーマからだけ。やっぱりそうだな、アイドルだから恋愛でラブラブな歌の方がいいのかな。確かに統計的に大体恋愛の歌ですからね。その線で進めましょう。恋愛の歌か。あ、愛してる、好き、ラブ、抱きしめて。なかなか照れくさいし、自分の言葉として落とし込むのって難しい。好き好き、ちょちょ、愛してる。どこまでも続く空を追いかけていこうよ。繋いだ手のぬくもりを感じて。手癖で物を作るのはやめるんだ。それならそうだな。あなたとキスしたまま。ちょっと待ってください。キスというのはなかなかに不健全かと思います。そこは接吻に差し替えましょう。基本的に純愛方面で、肉体的な接触は誤解を生む可能性があるので。江戸時代の歌みたいになったよ。一度恋愛から離れようか。君のやりたいことが何か、もう一度聞かせてほしいんだ。私はね、メイドとして立派になって、ご主人様の役に立って、ここにいるみんなの役に立つことかな。なるほど、それは夢といえば夢のようなことかもしれない。確かでもそんなものなの。
じめまして、今日からよろしくお願いします。うわ、大きなお屋敷ですね。びっくりです。はあ、ごめんなさい、いきなり愚痴っぽいことを。お邪魔しますです。どの施設もすごく豪華で、ちょっと恐縮しちゃうんですけど、緊張しますです。はい、了解であります。でかすぎじゃんとか言われるんですけど、本当かな。ご主人様がいいならいいんですけど。はあ、緊張しました。え、はい、私何か変なこと言わなかったですか？それじゃあ今日からメイドさんとして頑張るであります。
自分はお酒が飲めないでありますから申し訳ないであります。そのStop the magic. I'm a damn shame. Oh my, I'm so ashamed.
ちこんなに笑ったの久々やわ。ほらもっと飲み。それでうちもおかわり頼んで。おおきに。